はい、こんにちは、直之です。今日は僕が最近やってるパターの家での練習アイテムについて紹介していきたいと思います。実際にそのアイテムが、まあここに映ってるパターマットのなんですけど、このパターマットがこのテレビ画面に映してるスマホのアプリと連動して練習をしていくっていうようなアイテムで、まあ、ゲーム感覚で練習ができるし、なおかつ距離感の練習にもなるし、方向性の練習にもなるっていうような感じで、実際僕も 2,3 週間使ってみたんですけど、すごくいい練習になる練習アイテムだったので、今日はその商品を紹介していきたいと思います。家でのパターマットの練習だと、練習自体がやっぱり単純作業でつまらないし、なおかつ距離感の練習はできないというところがネックだったんじゃないかなと思うんですけど、このアイテムはそれを全て解決してくれるような練習器具だったので、ぜひ紹介したいなと思って、今日はこの動画を撮ってます。じゃあ早速ですけど、実際に使いながら商品紹介していきたいと思います。では行きましょう。まず物としてはこれぐらいの 1.5 メーターぐらいのパターマットを、ここに電源ケーブルがあるので、まあ電源を差し込んでセッティングは終了っていう感じです。あとは専用のアプリをこういった形でダウンロードして使っていくっていうような形になります。実際にこのアプリの画面を実際に操作しながら練習していきたいと思います。はい、じゃあ早速練習していきたいと思うんですけど、練習の前にこのインバーディーゲームというアプリをダウンロードしておきます。そして練習の前にこのアプリを起動させます。 Welcome to InBirdie Game。 そうすると接続可能なデバイスということで、この今の下のパターマット InBirdie Tempo が出てくるので、それを選択して進めます。そうすると3つのゲームが用意されていて、パッティングゲームと369ゲームとホールインゲーム、この3つがあります。僕は普段ホールインゲームというものを使って練習しているので、今日はこのホールインゲームでやってみたいと思います。選択すると、まあプレイヤーと、ゲームの回数を選べるようになっていて、プレイヤーは、まあ、複数人でやるとき、友達とかと一緒に練習するときにはこのプレイヤーを増やして練習すればいいと思います。で、ゲームの回数については、まあ、ここで選択できるようになっていて、まあ、今回は、試しで、まあ、5回で設定してやっていきたいと思います。で、設定したらこのプレイというところを押せばゲームがスタートという形になります。で、これ始める前に設定するところが大きく2つあって、この設定画面から行ってもらって、1つが補足表示が出るので、その一歩の、自分の一歩の距離、補足分を設定する必要があります。このステップディスタンスっていうところで、60センチなのか、70センチなのか、80センチなのか、90センチなのかって選べます。僕はだいたい70センチぐらいなので、このステップディスタンスは 0.7 メーターに設定します。で、これで設定は OK で、もう一個が、このグリーンの速さを選ぶことができます。この右上の今、ノーマルという書かれているところをタップすると、次はファスト。で、速いグリーン。で、スロー。次タップするとスロー、遅いグリーン。で、大体僕は普通のノーマルグリーンで練習しているので、このノーマルに設定して練習していきます。これゲームが始まると、ランダムでこのモードは距離を指定してきます。まず一発目は10メーターという距離が出て、この右のカッコのところが補足分、これでいくと14歩分の距離になるので、それに合わせて打っていくというような形になります。で、実際に打っていくときには、このパターマットの真ん中にボールを置く印があるので、そこにボールをセットするとこういった形で用意できましたと合図がされるので、あとはその距離に合わせて打っていくだけっていう感じになります。今回は14歩なので、14歩の距離感で打っていきます。ナイス。打つと、3つの指標が出てきて、距離と角度とテンポ、この3つが出てきます。まあ、距離は打った距離が何メーターだったのかっていうところで、角度は打ち出し角度が何度ずれていたのかっていうところを、計測してくれます。今回打っていくと 2.11 プラス表記だと右側、マイナス表記だと左側に引っ掛けているというような表記になります。今回だとプラス2.11 なので、右に 2.11 度プッシュアウトしていると。で、テンポっていうのは、まあ、このパターンのスイングテンポを言ってて、僕はあんまり正直このテンポっていうところは気にしてないんですけど、一般的に言われるのは、ショートパッドもロングパッドもこの数値が同じテンポになるように打つのが、いいとされてます。なので今僕は 1.08 ぐらいで打ったんですけど、まあ1前後ぐらいで
ショートパットもロングパットも打てるようになると、まあ、いいとされています。まあ、僕はだいたい距離とこの角度ですね、この角度がやっぱりショートパットもロングパットも限りなく0に近い数字で打ち出せるように練習をしています。で、1球打ち終わって2球目打つときにはこのボールをまた真ん中のところにセットしてあげれば勝手に反応して準備が完了するので、次は6メーターで 8.6 目の距離感で打っていきます。ちょっとだいぶ強かったですね。次は 5.7 歩。Perfect. まあ、しっかり打てるとこういった形でカップインするというような形になってます。 Ready? 次は 8.6 歩。Very nice. まあ、こういった形でいろんな距離をこうショートパットもロングパットもこう打ち分けできるというような練習アイテムになってます。他の練習ゲームもちょっとやってみたいと思います。まずパッティングゲームっていうところでいくと、これは自分で距離を選べるようになるゲームです。もうここの左側のカーソルをこう動かすとこの距離を自由に選択できる。まあ、大体僕はいつもラウンドに行った時には大体10歩の補足で距離感をイメージしてこう練習でやるので、今日は10歩の距離感で打っていきたいと思います。Not very good. Ready? Very nice. まあ、こんな形で、まあ、10球ぐらい打ってみたんですけど、このモードのいいところはデータがこの傾向が見れるところがすごく良くて、だいたいどっち側にこう球が行きやすいのかっていう癖をつかむことができるんですね。僕の場合だとロングパットは右にプッシュしやすいっていうような癖があって、まあ、これでいくと、まあ、ちょっとやっぱり左よりも右側にプッシュしてる球が若干多いかなっていうところがあると思います。なのでこういった癖をつかみながら、やっぱりプッシュロングパットでプッシュ気味なら左側に少し若干かぶせ気味でもう少し打ってみる練習をして、まっすぐ打ち出せるかっていうような練習を僕はいつもしています。まあ、傾向をつかむのにすごくいいモードだと思います。で、最後にこの369ゲームっていうやつなんですけど、これは3メーター、6メーター、9メーターっていう距離をずっと交互に打ちながらやっていくっていうようなゲームです。正直僕はあんまりこのゲームはしてないんですね。メインはこのホールインゲームとパッティングゲームを僕は普段やってます。いつもはだいたいこんな感じで、まあ、スマホとかタブレットを目の前に置きながら練習をしていて、僕が普段やってるのは脇にこの棒を挟んで、だいたいいつも家ではパターの練習をしてます。まあ、これを挟むことによってこの肩のストロークでパッティングできるようになるので、だいたいこういったものを線に挟んで練習をしています。パーフェクト。こういう感じでずっと練習をいろんな距離で繰り返していくというような感じです。まあ、だいたいざっくりと使い方は今説明したんですが、まあ、実際僕は使ってみていいと思ったところと、まあ、ちょっとどうかなと思うところが何点かあったので、それを最後紹介していきたいなと思います。一番いいなと思うのは方向性と距離感の練習が一緒にこの室内で練習できるところだと思います。自分の癖をこう掴むことができるので、実際のラウンドでも、まあ、ロングパットの時にはやっぱり右にプッシュしやすい癖があるから、そこを意識してまっすぐ打ち出せるようにしようとかっていうところで、やっぱり実践につなげることができる練習アイテムだなとは思ってます。それともう一つはやっぱり、まあ、こういったゲーム感覚で楽しみながら練習できるっていうのが一番いいなと思います。本当にパターンマットだともう単純作業の繰り返しになっちゃうので、やっぱり面白くなくて練習が継続できないっていう人も多いんじゃないかなと思いますので、まあ、こういった練習アイテムを使えば本当に楽しくこうパターンの練習をすることができるので、この商品のいいところかなと思います。あとはこのセンサーの反応もすごく良くて、ここにセットするだけで簡単にすぐ反応してくれるので、なんかその操作のストレスとかも全くなくて、で、まあ、打った後もこういった形でこうクッションでだいたいこっち側に跳ね返してくれるので、いちいちボールを
取りに行く手間もストレスもなくて、ボール1球あればずっと練習できるし、それはすごくいいなと思いますね。まあ、次にこれはちょっとどうかなっていうところがあって、まあ、僕は右利きだからいいんですけど、多分これ左で、左利きの人が打つときにはここに画面の表示があるんですけど、これが右利き用のセッティングに完全になってるので、これ左で打つときには画面を逆さに見ながらこう練習しないといけないっていうところが一つネックな点かなと思います。まあ、スマホがあればスマホを見ながら練習すればいいんですけど、このちっちゃい画面でこう数字を見ながら練習するっていう方にとっては、ちょっと左利きの方は見にくい、やりにくいところがあるのかなと思います。あとは僕はラウンドの時も実際補足で距離感を測るので、すごくこの補足の出てくる距離感と実際に打つ感覚っていうのがこう頭の中で室内でもイメージしやすいんですけど、実際のラウンドの時に補足せずにこう目視の距離感でだけでこう感覚で打つ人にとっては、この室内の中でなかなかイメージがしづらいかな、 6m、7m ってパッと言われてもなかなかイメージがしづらいのかなっていうところはあると思います。まあ、僕が実際使ってみて気になった点はその大きく2つですから。はい、ということで今回は僕が家でやってるパターマットの商品紹介でした。もし今回のパターマット気になったっていう方がいれば、あの概要欄にリンク貼ってますので、そこからチェックしてもらえると嬉しいです。ただちょっと注意がありまして、今回のこのパターマットがリンクから商品購入してもすぐに商品が届くっていうわけではなくて、今回はクラウドファンディングっていう形で購入してもらう必要があります。具体的には3月15日から4月の20日にかけて商品を販売するということで、その間に申し込まれた方に6月から7月くらいに商品が発送されるっていうような形になっているみたいです。なおかつそのクラウドファンディングの中で早く購入された方は安い値段で購入できるっていうような設定になってます。まあ、具体的には先着50名の方が一番安く買えて、次が先着100名の方がその次に安く買えるっていうような形になっているので、もし気になっているという方がいれば早めにチェックしてもらって購入してもらえれば安い値段で手に入ることができるので、ぜひ概要欄から見てみてください。ということで、今日は僕が使っているパターマットの商品紹介でした。最後まで見ていただきありがとうございます。